どこか行きてえのか？よし、行くぞ！こんにちは。二人揃ってどうしたの？久しぶりにクラウディアと会ったから、3年前の話で盛り上がってたんだよ。3年でみんな結構変わったよね。特にタオ君はすっごい変わったよ。そうかな。そうだよ。最初見た時びっくりしたんだから。こうしてまたみんなと再会して冒険できるなんて、3年前のあの頃に一気に戻ったような気になるよ。ただレント君がいないのがちょっと残念かな。レント、今頃どこで何してるんだろう。話するならゆっくりお茶しながらにしない？うん、そうしよっか。空いてる席は、あれ？違うから一瞬わからなかったよ。レント君に会えたらいいなって言ってたら、まさか本当に会えるなんて。なんだ、ライザたちもこっち来てたのか。どうかしたの？悪いけど、俺のことは放っておいてくれ。あのさ、レント、私たちこっちでまた冒険してるんだよ。空剣島の方じゃ見たことないような遺跡がこの王都の近くにあるの。ああ、この町の南にあるあれだろ。見たから知ってるさ。洞窟みたいなとこの中にあった。え、南って言った？ああ、道に迷って道なき道を歩きまくった時に見かけただけだから、行き方はよく覚えてねえけど。町の南、洞窟みたいな場所、ひょっとして鉱山のことかな。この町の近くには鉱山があって、
あちこちに穴が開いてるらしいんだ。そこのことかもしれない。そんな場所があるんだ。じゃあ行ってみようよ。ねえ、レントも一緒に行ってみない？悪いけど他に用事があるんだ。またな。あ、レント行っちゃったよ。旅の途中で何かあったのかな。忙しそうだったけど。それにしたってあんなレント初めて見た。喧嘩した時だってあんな態度取らなかったのに。うん、何かあったのかな。けど忙しいって言うなら仕方ないか。また会えるだろうし、私たちはレントの言ってた遺跡に行ってみようよ。どの依頼にしよう。これならすぐに報告でき、これなら、これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告、すぐに報告で、これなら、これならすぐに報告、これなら、どこか行きてえのか。よー、ライザ、錬金術師っていうやつについて聞きたいんだけど。確か植物から鉱物までありとあらゆるものを素材にして全く別のものを作る人で間違いないかい？うん、だいたいそんな感じかな。素材に使う鉱物とかってやっぱり貴重なものじゃないとダメだったりするのかい？その辺で拾えるものだって錬金術にとっては立派な素材の一つだよ。もちろんいいものを使った方が性能も品質もいいものができるけどね。貴重なもの、つまり珍しい鉱物を使ったりとかもしたことがあるんだね。もちろんだけど、どうして？実は訳あって珍しい金属を探してるんだよ。珍しいっていうとどのくらい？少なくともどこの店でも簡単に手に入るような金属ではないものかな。例えばそう、ペントナイトとかって知ってる？あ、うん、知ってるよ。確かにこの辺りじゃ見ないかも。わかった。それじゃあ
ベントナイトが手に入ったらすぐデニスさんのところへ持ってくるね。確かにそれを頼みたかったんだけど、いいのかい？同じものを作る職業同士、こういう時は助け合わないとね。だから遠慮は無用だよ。ありがとう。それじゃあお言葉に甘えてよろしく頼むよ。どこに行きますか？よー。ちょっと慌ててるみたいだけど。実は付き合いの長い大切なお客さんから宝石の注文を受けていたの。なのに私その宝石を手配するのすっかり忘れちゃってて。え、それ大丈夫なの？正直なところかなり悪い状況でも、今からすぐになんて用意できないし。錬金術でもいろいろ使うから、もしかしたら私が持ってるかも。ううん、持ってなくても私が取ってくるから大丈夫だよ。ダメだよ。そんな私のせいで迷惑かけちゃうなんて。友達に遠慮は無用ね、ティ。錬金術師は採取の達人でもあるんだから、どーんと任せてよね。二人ともありがとう。それじゃ急いで出発出発。どこに行くの？これで大丈夫かな。いい感じだと思うんだけど。これで足りるかな。ありがとうライザ、これだけあれば十分だよ。早速届けてくるから少し待っててね。どうだった？お客さん怒ってなかった？うん、大丈夫だったよ。ギリギリだったから心配してたみたいだけど、予定より多く持っていったからすごく喜んでたよ。よかった。それなら大成功だね。ライザのおかげだよ。本当に助かった。もしあのお客さんを失ってたら、紹介に大きな損失を出しちゃうところだった。本当にありがとう。そうだ、これをもらって。そんな、こんなにもらえないよ。私からのお礼は言葉でしたよ。だからこれは紹介からのお礼だと思って。ライザのおかげでうちは大きな損害を被らずに済んだから、正当なお礼として受け取って。クラウディアの頑固さには負けたわ。それじゃあ遠慮なくもらっちゃうね。うん、ありがとうライザ。うんうん、
こちらこそありがとう。それにクラウディアのお手伝いができて嬉しかったよ。フィーも嬉しかったみたい。フィーちゃんも手伝ってくれたものね、ありがとう。フィーフィー。どこに行きますか？よーし、行く。よーし、行くぞ。鉱山は町の南にあるってことだが、この扉からじゃないといけないのか？いけなくはありませんが、おすすめはしません。遠回りになりますし、道もずっと険しくなります。だいぶ錆びついちゃってるね。これ動くのかな？お前ら何してるんだ？すみません、この先に用事があるので通していただけますか？あ、これはパトリツィアお嬢様。いや、ですがこの先は。どうしても鉱山へ行く必要があって。お願いします。ダメでしょうか？いえ、ダメではありませんが、実はこの扉開かないんです。どういうこと？長期間整備もされず放置されたままなので、完全に錆びて癒着してしまっているのですよ。
ったんですか。それじゃあ何か別の方法は。ねえ、錆びてくっついちゃってるんでしょ。それなら錆を取って滑りを良くすればいいんじゃない。ライザ、何か思いついたの。うん、事情が分かっちゃえばね。思いついた道具があるから作って持ってくるよ。どこに行くの。よし、行くぞ。フィーは露天街の方とここだとどっちの方が好き。カサンドラさんっていつも畑にいるよね。そりゃまあ、ここはうちの畑だからね。育ててるもの放っておけないしさ。ほんと、農家のお仕事が好きなんだね。別に好きじゃないけど。え？いやだって朝から晩まで土いじって、夕方になる頃には全身土ぼこりで真っ黒になるし。暑さ寒さ関係ないし、意外と力仕事だし、手なんか荒れ放題でボロッボロになるような仕事だよ。ずっとやってるけど好きだなって思ったことほんと一つもないから。でも毎日そんなに真面目に働いてるのに。そりゃまあ農家の娘だからね。畑と農作物を守るのは私の義務だもの。義務である以上は完璧にこなしたいっていうのが私のプライドなのよね。じゃなきゃこんな毎日変わり映えなく毎年同じ作物を育てる日々繰り返せないわ。だから続けてる理由はプライドだけ。ほんとお世辞にも好きとは思えない。もしかしてカサンドラさん、他にやりたいことがあるの。別にないわね。夢とかはないんじゃないかしら。生まれてこの方ずっと真面目に義務をこなすことに全力だったから、これ以外で自分に何ができるのかとか何をしたいのかなんてさっぱりだわ。待ってカサンドラさん、つまり好きでもないのに義務だからって理由でここまでずっと続けてきたってこと？そうだけど、そんな驚くこと？私としてはライザの方がびっくりなんだけど。農家に生まれたのにそれ以外に夢を見つけて、今じゃ全く違う道に進んでるんでしょ？よく見つけられたね。毎日すっごく忙しいのに。手伝い昔からサボって遊んでたからそっか、もう遅いけど私もそれができてれば何かしら見つけられたのかもしれないな。カサンドラさん、ま、今さら夢を見つけたいなんて言ったりはしないけど、せめて日々にちょっとした刺激でもあれば少しは楽しくなるんだろうな。どこに行こうかな。どこに行こうかな。よし、行くぞ。
いらっしゃい。いい感じだと思うんだけど。これは、いや、すごいじゃないか、ライザー。大げさだよ。そこまで珍しいものではないでしょ。確かにこれ自体はそこまで珍しくはないけど、ここまで品質がいいのは珍しいよ。いや、珍しいどころか、ここまでのものはほとんど見たことがないな。やっぱり鍛冶屋さんって鉱石見るとワクワクしちゃうんだ。うん、いや、鍛冶屋だからというよりかは僕の個人的理由の方が大きいかな。個人的理由？実は毎年行われる金細工コンテストがあるんだけど、今年の開催日がもうすぐでね。それで今年の大会には僕も参加してみようかなって考えてるんだ。そっか、デニスさんって彫金師でもあるんだっけ。まあ鍛冶屋に比べるとそっちはまだまだ修行の身なんだけどね。でもどうせ出るならちょっと変わったこともやってみたくて、誰も見たことがない未知の金属を使った作品で挑んでみたいなって思ったんだよ。金細工のコンテストなのに未知の金属が必要なの？大会初出場にして優勝、しかも未知の金属を使った作品でって、二重の意味で見てくれている人たちをびっくりさせてみたいんだ。初出場なのに優勝する気満々なんだね。自分の作品に対して絶対の自信を持つことはものづくりをする人間には必要不可欠なものだからね。そっか、わかった。そういうことなら私も協力するよ。未知とまではいかないかもしれないけど、珍しい金属が見つかったら持ってきてあげる。恩に着るよ。それじゃあ僕も優勝を目指して金細工の腕をしっかり磨いておかないといけないな。したの？さっきからため息ばっかりついて。あ、ごめん、ちょっと考え疲れちゃってさ。みたいね。タオのことだからまた伝承のことでも考えてたんじゃない？まあね。何か新しい発見でもあったの？どうなのかな、正直僕もまだ確信を持ってるわけじゃないんだけど、何度も見返しているうちにね、あることに気づいたんだ。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝承じゃなかったんじゃないかって。どういうこと？内容がバラバラな気がするんだ。遺跡の話、錬金術の話、魔を食う獣とか神秘の精とかさ、一つの話にしては突然違う話になってるのが気になるんだよ。確かに一貫性がない感じはするかな。実は僕らが手に入れたこの伝承はいくつかの別々の話を一つにまとめただけなんじゃないか。だからクリフォードさんは伝承の途中だけ知ってたっていう奇妙なことになってたんじゃないか。なるほど、全部別々の話だって考えたら奇妙じゃなくなるよね。そうなんだ。でもそうなるとまた一つ謎が生まれるんだよ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。
理由もなくそんなことはしないよね。うん、でもそうする理由が全くわからない。そうだな、実は何か関係があるとか、別々の話に見えて実はどれも根っこの部分でつながってて一つにまとめられるものだったなんてさ。そうなのかな。だとしたら一体どんなつながりがあるのか。はぁ、さっぱりわからない。もっといろいろ調べる必要がありそうだな。新しいレシピ思いついちゃった。何作っちゃおうかな。入れる場所は、さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。いろいろやってみたいな。どれにしようかな。こんな感じかな。できた。油の中でもとびきり滑りがいい油。綺麗な油でしょ。でも舐めたらダメだよ。これなら結構ツルッツルに滑ると思うんだよね。扱いには気をつけないと私が転ぶ。とりあえずあの扉の各所に油を差しに行ってみよう。どこに行くの？よし、行くぞ！これでいいのか。毎度な。これでいいの。毎度な。ありが。これ毎度な。あり。これ毎度な。あり。毎度な。ありがとうよ。これで毎度な。あり。
また買いに来て。いらっしゃい。お会計。はい、毎度あり。またどうぞ。いい感じだと思う。こんな感じじゃ。どうかな。あ、あ、動いた。何をしたんだ。へへ、まあいろいろとね。いや、マジですごいぜ。俺は魔法と言われても信じる自信がある。本当に、それは私も同意します。まあいい、よくわからんが、何にせよ扉は開くようになったわけだ。だが廃校は落盤なんかも起こりやすくて危険なんだ。できればその辺の人間には行ってほしくない。ですからパトリツィアお嬢様、絶対に廃校の中へ入ってはいけませんよ。もちろん相応の事情がない限り入らないので安心してください。嘘は言ってないけど、いいのかな。あの方もお嬢様のお連れですか。オモレンズか。まさかこんなところで私たちを知る者に出会うなんて。本当に？言われてみれば確かに雰囲気が似てるね。知っているなら隠す必要はないわね。私はオーレン族のセリ。実は話を聞いてしまったの。私も一緒について行ってもいい？行きたい理由があるの。ああ、いいよ、分かった。おおいおい、ちょっと待て。そんな簡単に同行させたらまずいだろう。どんな奴かもわからねえのに。でも、オーレン族の人はみんないい人ばかりだよ。ライザ、オーレン族で知ってる人ってリラさんとキロさんしかいないだろ。そうだけど、そんな悪い人には見えないし、それにダメって言っても一人で行きそうだし。廃校の中の遺跡に行こうとしてるなら一人で行かせるのは危険じゃないかな。まあ考えてみりゃ、よく知らねえ俺をライザは仲間として迎えてくれたからな。いいさ、ライザが決めな。もしヤバいやつだったら俺がどうにかするぜ。
そうですね。ライザさんの判断にお任せします。みんなありがとう。セリさん、一緒に行こう。よろしくね。ありがとう、助かるわ。冒険にはトラブルがつきもんだからな、警戒を怠るんじゃねえぞ。行ける場所が広がったよ。そうれ、新鮮で美味しそう。そうれ、お腹空いてきちゃった。薄暗いね。明るいところから急に暗い行動に入ったからな、特にそう感じるぜ。あっとと、はあ、危なかった。大丈夫ですか、タオさん。
うん、ちょっと驚いたけどね。暗くて見えなかったけど、いろんなものが落ちてる。昔使われてたものがそのまま残っているみたい。持ち出す余裕もなく廃校になったのね。言われただろ、もともと廃校なんてのは危険だらけの場所だぜ。おまけにここはやけに広い。迷路みたいになってやがる。思った以上に危ない場所なのかも。そうだね、みんな気をつけて進もう。またみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。よく分かってない部位みたいだし。え、どうしてここだけ明るいの？これ、この坑道の明かりって魔石が使われてるんだね。ずっと暗い坑道を歩いてきたからちょっと落ち着くね。そうだな。それにしても他のところは消えちまってるってのに、ここのは消える気配がねえな。誰も来ない廃校でずっと輝いてくれてたのね。私たちにはありがたい話だけどね。私たちの勝ちだね。
もっともっと強くなるぞ。よいしょ。対象で扱うようになってから一目で見分けがつくようになったな。ここがレントが言ってたところかな。本当に鉱山の奥にこんなものがあったんですね。働いてた人たちは見つけなかったんでしょうか。鉱山の奴らが見つけたんだと思うぜ。だから行動が遺跡に続いてたんだろう。でもそうなったら王都でも騒ぎになるはずだよね。ここの記録にはそんな記述載ってなかったけど。レント君は遺跡の中には行かなかったのかな。あの口ぶりだと言ってないと思う。忙しそうだったし。一体何してんだか。詳しい事情は知らないけどよ、もともと仲間だったんだろ。うん、大切な友達だよ。なら今はそっとしておくんだな。男には一人になりたい時もある。そうだね。何にしてもまずは遺跡に行ってみましょう。レントのことはそれからよ。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。でも燃料も入れてないのに火が灯ってるよ。すごい便利だね。これなら燃料を気にせず探索できるんじゃないかな。どういう仕組みなんだろう。ただの作りじゃないことだけは確かだけど。なんだそれ。他の遺跡にも同じようなものがあったし、多分このランタンの作り方じゃないかな。いつどこの誰が残したものか知らねえが、使わない手はない。利用させてもらおうぜ。
トレジャーハンターならランタンくらいは持ち合わせていると思っていたんですが、忘れた。よし、さっさと行こうぜ。この敵は危険よ。みんな気をつけて。そこ、やっはっ、届いて。連続よ。せーか、そこ連続よ。やっはっ、届いて。そこ、ライザさん、お願いします。伸びろ。ライザ、任せる。そこ、やっはっ、そこ届いて。伸びろ。行ける場所が広がったよ。よし、お邪魔するよ。カサンドラさん、珍しいね。どうしたの？いや、最近よくライザの話を聞くんでね、なんか顔見たくなっちゃってさ。私の話って、どういうこと？え、気づいてないの？ライザはさ、町の人たちからの依頼をよく受けてくれてるでしょ。高い報酬でもないし、正直言ってライザが受けるようなもんでもないくだらない依頼もあると思うのに、ライザは分け隔てなく受けてくれたでしょ。だって困ってるから依頼を出すんでしょ。私に助けられるなら何とかしてあげたいし。なるほどね。そりゃみんなありがたがるわ。私の知り合いもさ、前にライザに依頼を受けてもらったことがあるらしくて、すっごい感謝してたよ。そっか、みんな喜んでくれてたんだ。うん、もうこのままずっとここに住んでほしいってみんな言ってるよ。あ、それはちょっと無理かも。わかってるってけどさ、みんなそれだけライザの存在をありがたく思ってるんだよ。私も友人として鼻が高いし、ちょっとは胸張んなよ。うん、教えてくれてありがとう、カサンドラさん。これからもたくさん依頼受けるからね。新しいレシピ思いついちゃった。